様、2022年ですよ。皆さん本当にこの度明けましておめでとうございます。昨年も本当にお世話になりました。ありがとうございます。スタッフ一同心より感謝しております。私新年早々ちょっと風邪ひきましたよ。ちょっと子供の風邪をもらっちゃって、よくそもそも風邪ひくタイプなんですけれども、まあちょっと新年早々来るとは思ってなくて、まあそんなことはどうでもいいですね。ちょっと全然違う話になっちゃうんであれですけども、とにかく新年ということで、皆様にご挨拶をさせていただきたいなと思って、ちょっと実は運転中なんですけれども、もうなんか思い立ったらやろうっていう風にちょっと今年は決めてですね、あんまりこう後延ばしにしないようにしようっていうのを思ってたので、ちょっと大変失礼な感じになってしまってたら本当に申し訳ございませんですけれども、とにかく思い立ったらやってみようと思って、ちょうど今 JWI のスタッフも隣に乗っててくれてたんで、大変失礼ですけど運転中なんですけれども、ちょっと撮らせていただいております。いやー、本当にこのですね、2022年にはなったんですけれども、まだコロナがですね、やっぱりなんとも先行きがわからない中、皆様におかれましては本当に大変な、もうほぼ2年ですかね、時間を過ごしてこられたかと思います。そんな中でもですね、こうして私たちと一緒に進んでくださって本当にありがとうございます。いろんな変化が起きました。そしてそれに対応すべくですね、皆様と一緒に私たちも会社もなんとか生き延びております。まあいろいろなですね、変化がこれからも起きていくと思います。世の中の変化のスピードがもう5倍速ぐらいになったんじゃないかという感覚を私は持って仕事をさせていただいております。それでまあ今後の会社もですね、いろんなことにチャレンジをしていって、行こうと思って、で今年はですね、それを一つ一つより形にして、皆様に還元できるようにさせていただきたいと思っております。どんなことをしようともですね、JWI は、皆様の一番のサポーターだというになりたいという気持ちを忘れずにですね、日々を過ごしてまいりたいと思っておりますので、ぜひ皆様一緒に私たちの理念でもありますフィットネスで人々を幸せにするというところで進んでいただければと思っております。皆様本当にいつもありがとうございます。そしてメンバーの皆様はもちろんなんですけれども、あとプレゼンターの方々もですね、こんな中私たちについてきてくださって本当にありがとうございます。皆様のおかげで本当にこの、激動の世の中、進んでこられております。皆様がですね、メンバーの皆様一人一人、そしてさらにその先の、お客様一人一人を幸せにしてくださっているからこそ成り立っている仕事だと心から感謝をしております。なかなかお会いできる機会が少なくて本当に申し訳ないんですけれども、今年はですね、少しでもこの状況が良くなって、よりお会いできる機会が増えればいいなというふうに思っております。イベントとかもですね、もっともっとさせていただきたいんですけれども、安全第一というところで、進むことはもちろんでございます。ただなんとか、そういう機会が去年よりも、増えればいいなというふうに思っておりますので、その際は皆様どうぞよろしくお願いいたします。あとスタッフの皆さん、JWI のスタッフの皆さんも、本当に私いいチームに恵まれて、皆様いつもありがとうございます。ごめんなさい、風邪でなんか 鼻が出るのとの戦いなんですけど、まあそれがいいですね。すごく元気です。中身はもう大変元気なんです。大丈夫です。スタッフの皆さんありがとうございます。こんな中でもですね、一緒に少しでもインストラクターの皆様、そして人々の健康ウェルネスに向けて、頑張って仕事をしていきましょう。今年が本当皆様にとって良い年になることを心より祈っております。どんなことがあってもですね、一緒に進んでフィットネスと、人々を幸せにするというところで、今年も誠心誠意頑張らせていただきたいと思っておりますので、どうぞ
本年2022年も皆様よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、また何かの機会に、皆様にちょっと、お話とか、発信ができればなと本年は思っておりますので、またお会いする機会もありましたら、その時はぜひお話しさせてください。本当に、簡単なもので、申し訳ございませんけれども、本年どうぞよろしくお願いいたします。心よりいつも感謝しております。本当に素晴らしい仲間と進めて幸せでございます。ありがとうございました。それではまた。